待ちに待った開幕です。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、開幕戦の模様をお伝えいたします。解説席には達川光雄さん、西崎幸弘さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、リポーターも紹介しましょう。はい。開幕ということで我々もワクワクしています。今年もベンチの情報をお届けいたします。どうぞお楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。プロ野球ファンの夢を乗せて今年のペナント、その幕が開きます。ライオンズのスターティングピッチャー、涌井、開幕投手の大役を担います。早く1球投げたくて仕方がないと思ってると思いますけどもね。はい、最初の球種は何で来るんでしょうか。さあ、初勝利を挙げられるか。今年1人目のバッター登場です。バファローズの攻撃、バファローズの先頭バッター坂口、初回表ノーアウト。ただまあ体調はね、ちょっと気になりますよね、この選手。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。さあ、2008年の最初の球は何か。まずは見送りました。今のボールは何でしょうか、西崎さん。はい、シュートですよね。そうですか、シュートですね。西武対オリックス、その3連戦の初戦、どちらが先手を取るんでしょうか。ストレート決まってワインドワン、外へ2球持っていきました。マウンドは先発ピッチャー涌井、3球目。この球は外いっぱいに決まった。直球で追い込みました。次が4球目。主審の手は上がりません。2-2です。次が5球目。打った、右へ持っていきます。ライト線に上がっています。ライト線フェア、際どいところフェアです。打ったバッターはセカンドへ。セカンドが中継、ツーベースヒット。さあ、打順は2番に回ってきます。村松、初回から先制のチャンス、その打席になります。いきなりランナー2塁としています。初球はどうか。最初は外のボール、ワンストライク。昨年のバファローズ62勝77敗5引き分け、勝率4割4分6厘でリーグ最下位というシーズンでした。高めの球は、今のを見逃せばね、高めのボール球ですよ。はい、ボール球でストライクカウントが入りました。さあ、一球様子を見るか。あっと打ちました。これは低い当たり、ワンアウトです。さあ、得点の期待できるバッターとなります。カブレラ、最初の打席は先制の場面となりました。バッターカブレラ。さあ、1投目、まず低めに持ってきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。この回はワンアウトになっています。さあ、次はどう攻めるか。変化球は入りません。ワンエンドワン。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割9分5厘のアベレージ、そして打ったホームランの数は27となっています。高めの球でも力強いね、スイングしてますよね。スイングが豪快にいきました。さあ、第4球、鋭い打球、ラインの外。今のはファウルです。依然カウントは2エンド1。ここは見送ります。カウント2エンド2。さあ、どういくか。ドンピシャのタイミング、どうだどうだ、ライナーで飛び込んだ、先制のツーランホームラン。カブレラ、長いペナントレース、幕開けの第1号。1回の表、先制のホームランが出ました。まずホームランで試合は動き出しました。今ホームに戻ってきました。2対0。そしてチームメイトが出迎えます。2点先制します。初回からゲームが動きます。さあ、リプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。先制点はホームラン、初回から飛び出しました。そして次は DH ローズ。やっぱりこの1年の最初ということでね、自分のスタイルで打ちたいですよね。はい、ヒットを打って落ち着きたい、そんなバッターボックスになります。最初の1球、
まず低めから入りました。ちょっと合わないようです。すでに2点を奪われています。このボールはどうか。またスローカー。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。ええ、豪快な空振りでした。さあ次のサインは三球三振、空振り。今年最初の三振をここで奪いました。そしてバッター北川、右のバッターボックスです。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割8分、そして打点の数は6。初球を叩いた。これ長打になりますよ。懸命に追いかけます。あっと抜けた、頭の上を越えた。さあバッターランナーは一塁を回ります。ショートが中継、ツーベースヒット。さあランナーが出ました。浜中、チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。バファローズセンターへのツーベースヒットでランナーが出ました。さあ第1球、外めのボールから来ました。ボールカウントワンストライク。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが2割にも達していません。そして本塁打の数が6となっています。打ちましたが右方向、セカンドゴロです。一塁へ送ります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の表終了、バファロー2対0先制しました。代わって守りますバファローズの先発ピッチャー金子、こちらも開幕のマウンドに上がります。ここを抑えてゲームを作って、そして開幕戦初勝利ですね。はい、しっかり抑えると開幕戦初勝利となります。さあ1勝目となるか。1回の裏ライオンズの攻撃、対しますこの回の先頭片岡、初回の裏ノーアウト。今年最初の試合でですね、やっぱりヒット打ちたいですよ誰でもね。はい、最初からヒットを打っていけるんでしょうか。まずはスローカーブを見せました。でもいいところに投げてるって感じしますよね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですね。どこに構えるか。スローカーブできました。変化球を続けました。トップバッター片岡、さあ3球目、この変化球は入りません。このボール球には引っかかりませんでした。さあバッターちょっと有利か。行ってセカンド後方へ、セカンド後ろに下がります。取りました。これでワンアウト。打順が変わります。栗山、左の打席です。ワンアウトになっています。どこから行くか。低め落ちました。右へ持っていきます。右中間、これでアウトカウントが2つ。そして次の3番中島、右打席に入っています。まず1番2番を打ち取っています。初球はどうでしょうか。変化球打ちました。これはセカンド後方か、後ろに下がる、下がる、取りました。3アウトチェンジ。1回の表裏終了、ライオンズ3人で攻撃を終了しています。2回の表バファローズの攻撃、バッター後藤、すでに2点を与えています。第1球、最初は見ていきます。ワンストライクです。攻撃中のバファローズ、前のイニングは1つの残塁、しかし2点が入っています。低めのボール打った、ライン際の当たり、切れるか。さあ次のサインは、今度は変化球、ボールにしてきました。さあ4球目、外れてボール 2-2。
さあ5球目、低め打ちました、ファウルです。カウントそのまま2エンド2、あっといい当たり、しかしこれは惜しくもファウルです。カウントは変わりありません。あっと空振り三振、ボール球を振らされてしまいました。次のバッターです、日高、左のバッターボックスに入ります。この回はワンアウトになっています。1投目初球振りません、カウントワンストライクノーボールです。涌井、この試合先発のマウンドに上がりました。すでに2点を許しています。さあ2球目、変化球決まってツーナッシングです。変化球でツーストライク目を取りました。さあ外してくるのか、しかしこれは外れています。この球は外れています。次が4球目、また三振、これは読みが外れたか。そして次の9番大引き、2回表ツーアウトです。連続三振を奪っています。まずは初球、最初はストライク、ワンナッシングです。最初のバッターは三振、その後三振を取っています。さあ第2球、これはいいボール、フォークで追い込んでいます。果たして3球勝負するのか、落ちるボール打ってセカンドへの打球、取りました、ファーストへ、一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。2回の表終了、バファローズ三者凡退に終わっています。2回の裏、ライオンズの攻撃、対するこの回の先頭ブラズ、ここは塁に出て繋いでいきたいところ。2回の裏、ライオンズの攻撃、どこに出てくるんでしょうか。初球から低めを攻めています。カウントワンストライクノーボールです。金子、この試合先発で登板しました。まだ走者を許していません。第2球、強い当たりだ、これはセカンド取ってファーストへ送ります。一塁楽々アウトです。そして次の5番、ジージー佐藤、これなかなか緊張とかありましてね、落ち着いて打席に入りたいですよね。はい、この打席でヒットは出るんでしょうか。さあ初球はどうでしょう。初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。ここもまずワンアウトにしています。2球目です。外2球続きました。これも外目に行きました。次のボール注目しましょう。高めのボール打った、打球は一塁間、あーっと一塁間を破った、ランナーが出る。あー、これは痛そうです。しかしボールは決して離しませんでした。実況席の山口さん、で本人もかなり痛がっていまして交代するということです。ああ、交代ですか、わかりました。ちょっと心配になりますけどね。さあバファローズ守備の変更がありました。一気セカンドの守備につきます。さあ怖い6番バッターへと回ります。中村、先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。いきなり牽制、ライオン、ワンアウトからヒットが出ています。どこに出てくるか、まずは変化球、空振りになります。さあ西崎さんにお聞きしましょう、今日のピッチングはどうでしょう。今のスライダーもいいと思いますけどもね。ヒットのランナーを許しています。さあどうでしょう。2を切ります。外へ2つ続けました。
ピッチャー有利になったか。あーっと、これはいい当たり、抑えた。二塁はアウト、一塁転送間に合うか。一塁もアウトでスリーアウト、ダブルプレーに仕留めました。2回の裏を終了、ライオンズ、最後はダブルプレーに終わりました。3回の表、バファローズの攻撃。この回から打順は2打席目となっていきます。坂口、左のバッターボックスです。まずは変化球から入りました。カウントノーワン。バッター坂口、さあ次はどこへ行くか。これは変化球決めました。ワンストライクワンボール。涌井、この試合先発のマウンドに上がりました。そして3安打を打たれています。変化球でしょうか。決まりました。2エンド1です。さあ4投目、ストレート打ちました。サードへの打球、抑えた。一塁へ、アウト。一塁はアウト。打順が移ります。村松、3回表ワンアウトです。さあ初球はどうでしょう。コーナーをいきなりついてきます。ワンストライクです。この回も先頭バッターを打ち取っています。このボールはどうか。さあどういう一球で遊ぶんでしょうか。やっと鋭い打球だ。セカンドへの打球、強い当たりでしたがセカンドゴロです。アウト、アウトです。浦和セカンドゴロに終わりました。次のバッターに変わります。カブレラ、さあ初球です。まずは初球見送りました。ワンボールになりました。この前の打席なんですが、先制となるツーランホームランを放っています。さあ次のボールは決まりました。平行カウントワンエンドワン。ここまでの失点が2となっています。さあ3球目、これはボールです。ワンツー。先頭バッターは内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。バッティングカウントからの4球目、これも落としてきました。ボールカウント2エンド2。次が5球目、しかしこれはボールになります。誘ってきましたが乗りません。さあフルカウント第6球、打っていった。打球のラインは左に切れるか。カウントそのまま。この球は外れてフォアボール。4番バッターに回してしまいました。そして次のバッターとなります。ロー、左の打席に入っています。ツーアウトランナーなしからフォアボールを出しています。まずは見送りました。カウントワンストライクノーボールです。次の投球が今日の50球目。次の2球目、また外に持ってきました。ワンエンドワンです。初回の第1打席、空振りの三振に倒れています。3球目はどうする。今度もストレートできました。ワンエンドツーです。2回目の打席はどうでしょうか。さあバッター有利か。低めインコース、ツーエンドツーになりました。さあ5球目、これはサードになります。取った。一塁送球、ツーアウトからチャンスを広げていく。ローズ、サードへの内野安打になりました。2対0、バファローズがリードしています。最初の1球、初球見送っていきます。ワンストライクです。初回の最初の打席、早くも初ヒットを記録しています。次の第2球、打って、ああセカンドへのゴロになりそうです。一塁へ、一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。さあライオン、この後 DH から始まります。
3回の裏ライオンズの攻撃返します。この回の先頭石井義人左のボックスに入っています。まあトレーナーに聞きましたらね、このバッターコンディション抜群だって言ってましたのでね。はい、この打席のバッティングはどうでしょうか。1投目はどうでしょう。初球から打った、これはセンターへ上がった、追いかける追いかける、落ち倒した、ワンバウンド、打ったバッターは二塁へ向かった、さあショート中継です、ツーベース。さあそして8番に回ります。細川、得点のシーンを演出できるんでしょうか。いきなりツーベースのランナーを許しています。まずは初球、その初球ボールになりました。この球は枠に入りません。金子、今日先発のマウンドに上がりました。そして2安打を打たれています。このボールはどうか、決めてきました。西崎さんにお伺いしましょう。このピッチングはどうご覧になってますか。はい、いいカーブ来てますよね。はい、今日のカーブはキレがあります。いきなりランナー2塁としています。次が3球目、これはスライダー、これは釣り球、引っかかりません。バッター細川、バッティングカウントになったが、今度はストレートを持ってきました。ツーストライクツーボール。次が5球目、今度もいい当たり、打球はレフトへ上がってどうだ。ボールカウントツーエンドツー変わりません。低め打って、これはどうでしょうか。しかしライトが追いつきそうです。さあセカンド中継する。そして9番岡近、そのバッターボックスとなります。こういう状況でね、しっかり得点しないとどんどん離されますからね。はい、ここは点までつなげておきたい場面です。第1球は初球ヒッティング、いい当たり、打球はレフトへ行ったか、このまま飛び込んだ、同点のツーランホームラン、岡近今シーズンの第1号。3回の裏、同点のホームランが出ています。リードはこのホームランで1点になくなります。そして同点のホームイン、2対2。そしてベンチ前、ファンも喜んでいます。2点を返します。同点になりました。さあホームランのリプレイ映像です。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。ここで打順が一巡します。片岡、千葉県出身、第1球です。外から攻めていきます。まあ思わずね、振ってしまったというところでしょうね。はい、そのボール球を振って空振りです。この回同点を許しています。さあ次はどこへ行くか。あっと打った、サードへの打球、サードが取ります。一塁送球、あーアウト、片岡サードゴロに終わりました。ここまで2点を失っています。最初のボールは初球インコースから入りました。カウントワンストライクノーボールです。この前の打席はいい当たりだったんですが、ライトフライに終わっています。本当にね、いい当たりだったと思いますけどね。ストレートで取りました。ファーストへ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ここで各地の途中経過です。まず札幌ドーム0対0両チーム無得点です。そしてヤフードーム1対0イーグルスがリードしています。4回の表、バファローズの攻撃。そしてこの回の先頭、玉中、右バッターボックスに入ります。さあ最初はストレート持ってきました。ワンストライク。出したフォアボールの数は1となっています。さあ2球目は、これは変化しました。やっぱりボール球はね、見逃さないとね。はい、その球を振って空振りです。次のボール注目しましょう。低いボール、左への打球です。ファウルボール。さあ第4球、スイングアウト。全部低めですけど、バッター対応できませんでしたよね。はい、で三振を奪いました。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。そして次の7番一気右打席です。ワンアウトになっています。何を投げてくるか。
まず空振りは当たりません。ボールカウントワンストライク。今日の奪三振の数は4となっています。さあ次はどこへ行くか。緩いカーブ。ボールカウントワンエンドワン。涌井、4回ワンアウトまで来ています。そして2点を与えています。3球目。さあ4球目、これも空振り。2者連続、自信を持って投げ込んできましたね。はい、バットに当たりませんでした。そして次の8番日高、左打席に入っています。ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。最初の1球、最初は見ていきます。ボールカウントノーワン。先頭打者は三振、その後連続三振を奪っています。2投目は変化球決まってワンエンドワン。ボールを操ってきます。2回の前の打席は見逃しの三振に倒れています。さあ3球目、落として、これは当たりません。今のね、見逃せばボールですよ。はい、ここはボール球で空振りを取りました。さあ4投目、ストレート、ショート後方への打球取りました。これで3アウトチェンジ。さあライオン、次の打順はクリーンナップから始まります。4回の裏、ライオンズの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。中島、さあ初球振りません。ゾーンいっぱいに投げ込みます。初回の1打席目、セカンドフライに終わっています。次のボールは、これはスローカー。ボールカウント2ストライク。勝負か、どうする。ストレートを外れました。ここは1球外します。次の4球目、これは変化球入りません。2エンド2になっています。さあ何を見せるか。タイミング合わないか。バットが出ませんでした。そしてバッター、ウラズ、今日2回目のバッターボックス。さあ初球はどうでしょう。最初は見ていきます。ワンストライクです。バッター、ウラズ、2投目はインコース高めのストライク。ここは追い込んでいます。さあ3球目はどう攻める。これも三振。最後はストライクゾーンに決まりました。三振です。次のバッターに変わります。ジージー佐藤、どこから狙うか。初球狙って空振りです。ワンストライク。早くもツーアウトにしています。さあ次はどう攻めるか。速球決まりました。ボールが来てると思うんですけども。そうですよね、150キロ出ていました。ツーナスイングからの第3球、あっとこれは強い当たりだ。あっとピッチャー襲った。抜けた、きれいに抜けた。ここでヒットが出た。さあ今のバッティングなんですが、勝川さん、まあ速い球でしたけど打たれましたよね。はい、速いボールでしたがヒットにされました。最初の球は打って取りました。一塁へ送ります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。4回の裏を終了、ライオンズ無得点で攻撃を終了しました。
5回の表バファローズの攻撃、9番からの打順になります。大引き右の打席に入りました。どこから行った。初球外に来ました。今の変化球なんですけどね、全く合ってませんからね。はい、まっすぐを待っていたんでしょうか。両チームともに4本のヒットが出ています。このボールはどうか。外外と来ました。ストレートで追い込みました。さあ追い込んだ。スライダーを持ってきました。ツーストライクワンボール。さあ次の4球目は、これもスライダー、平行カウント2エンド2。さあ5球目、変化しました。レフト線に上がった。レフト線ワンバウンドフェア、ヒットになる。さあバッターランナーは二塁へ。さあこれはツーベースということになりそうです。西崎さん、まあヒットになりましたが、打たれたのは、はい、カーブです。ああカーブなんですね。さあランナーが一人出ました。坂口、さあリードを取っていけるんでしょうか。3回の2打席目、サードゴロに終わっています。どう組み立ててくるか。まずはストライク、ワンナッシングです。いきなりランナーを背負っています。第2球はどういく。変化球、これは決まりました。ツーナッシングです。キャッチャーのサインは、まっすぐを打って低い打球になりました。取った、一塁に送ります。さあヒットになった。そして2番村松、さあバッターボックスです。これリードできるという状況ですのでね、チャンスですよ。ですね、ここで点につなげておきたい。最初は内から入りました。ワンストライクノーボール。この回ヒットを2本打たれています。この球はどうでしょう。ファーストランナースタートします。サードランナーはランナーを援護します。盗塁成功。さあ次のサイン、三球三振、見逃した。まっすぐで三振を取りました。そして打順はクリーンナップへ、カブレラ、その注目のバッターボックスです。こういう状況がねできましたんでね、はい、ここからは慎重にいきたい。最初はストライク、針の穴を通すコントロールです。今日出したフォアボールの数が1となっています。さあどうでしょう。内への球、思わずバットを出しました。カウント2ストライクノーボールです。次の配球は低め、打ちました。これでアウトが2つ。カブレラセカンドライナーに倒れました。ここで打順は DH へ回ります。ノーズ、そのバッターボックスです。ちょっとこういう状況ではあまりねバッティング期待できませんのでね、はい、しかしだからといってピッチャー気は抜けません。外から攻めていきます。ワンボールになりました。ローズ、今日は1回塁に出ています。このボールはどうか。決めてきます。ワンエンドワンになりました。このゲーム両チームともにホームランは1本となっています。3球目ボールです。カウント1エンド2。ここまでの失点が2となっています。さあバッター有利か。直球で決めました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。次が5球目、あっとこれは痛烈な当たり、これはセカンド取りました。ファーストへ、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。まあリードはねできる状況だったんですけどね。ですね、ここは凡退となりました。5回の表が終了。バファローランナー2人残塁です。5回の裏ライオンズの攻撃、この回は DH から始まります。石井義人、第1球はまず変化球を見せてきました。ストライク狙ってきたんでしょうか。
ト。攻撃中のライオンズ、先ほどの回は残塁が1、そして得点はなりませんでした。あっと思い切って攻めました。149キロです。金子、今日の4回までのピッチング、許したヒットが4本、そして2失点となっています。さあ3投目、速いボールできました。カウント2エンド1。さあ4球目、今のはバッターに当たりそうなボールでした。変化球持ってきました。体に近いところ行きましたけども、はい、かなり内側へ入ってきました。さあ5球目、あっとスイングアウト。まずは先頭バッターから三振を奪いました。打順が変わります。細川1投目、初球からコーナーをついています。149キロのストレート。この回はワンアウトになっています。さあ2球目は、この球は入りません。カウント1エンド1。前の打席は大きな打球だったんですがライトフライに倒れています。さあ次の3球目、鋭い当たり、行ったか、これは行ったぞ、入った、低い弾道で飛び込んだ、勝ち越しのホームラン。細川2008年の1本目。5回の裏、このゲーム3本目のホームランが飛び出しました。このホームランで主導権を取っていきます。そして今ホームイン3対2。今のホームランはどうでしょうか。これ打った本人がね、やっぱり一番喜んでると思いますよ。あですね、はい、1点を追加、リードを奪いました。さあリプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。しかしゲームは中盤、まだイニングは残っています。さあリードを開いていけるんでしょうか。バッター五勝か金子、今日は5回途中までを投げて許したヒットが5本、この回そのうちの1本がありました。さあ初球インコース、ワンナッシングです。3対2、ライオンズがリードしています。2球目です。変化球打ってセカンドへの打球、抑えた、一塁へ、アウト、一塁アウト。次のバッターが入ります。片岡、どこから行った。まずスライダーを持ってきました。ノンストライクワンボール。ツーアウトランナーはありません。次の第2球、ストレートできました。このボール球を振らせました。この回勝ち越しを許しています。さあ3球目、変化球打ちました、ワンバウンド取った、一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回を終了、ライオン1点を追加、3対2、点差を開きました。パリーグ開幕戦は6回の表、バファローズの攻撃、先頭のバッター北川、先頭バッターとしてつないでいけるでしょうか。まずはストライク、ワンストライクノーボール。ノーアウトランナーありません。いやー、辰川さん、バファローズはどうすればいいですか。まだ最小得点差ということでね、まず同点、できれば逆転でしょうね。はい、この場面はとにかく塁に出なければなりません。はい、空振りです。ツーストライクです。さあ次はどうするでしょう。落ちるボール、ツーエンドワンです。バッテリー外してきます。次の4球目、外への変化球外れました。今ボールが外に行ってますからね。はい、アウトコースへのピッチングでした。次が5球目、変化球を打っていった、これはセカンドになります。取りました、一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。北川セカンドゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。浜中、右のバッターボックスです。まず初球、その初球は外のボール、これは全く手が出ません。枠井、6回ワンアウトまで来ています。まだ2点しか与えていません。どこに構えるか、2を切ります。2ナッシングです。
さあ外してくるのか。これは強烈な当たり、サードです。サード取った、ファーストへ。一塁アウト、アウトです。下位打線に回ります。一気一投目、初球はストレートから入りました。ワンナッシングです。バッター一気、2球目はどうか。横へ曲げてきました。スライダーで追い込んでいます。さあ次はどうするでしょう。この変化球は外れています。3球とも外に持ってきました。さあ第4球、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。この打席も三振に抑えました。6回の表までゲームは終了しています。バファロー3回目の三者凡退に倒れています。6回の裏、ライオンズの攻撃、トップバッター栗山、どこに出てくるんでしょうか。最初は高めに持ってきました。ワンストライク。この試合の奪三振の数が3となっています。次の2球目、変化球です。ツーストライク、追い込んでいます。キャッチャーのサインは、これは外れてボール、2エンド1です。さあ4球目、行きました。これはファーストになります。抑えた。一塁、これは十分間に合います。アウトです。そしてクリーンアップへと続きます。中島、右のバッターボックスです。どこに入れてくるか。初球見送っていきます。ボールカウントノーアウト。ここまで3点を与えています。どこに構えるか。詰まっています。三遊間はどうだ。抑えた。一塁へ、アウト。中島サードゴロに終わっています。そしてバッター村瀬、初球はどうか。最初は外のボール、カウントワンストライク、ノーボールです。4回の前の打席、見逃しの三振に終わっています。2球目はどうか。ストレートできました。これは厳しいコース、決まっています。遊び球あるのか。外れてボール、2エンド1になりました。次の4球目、この球は見ます。ツーツーです。さあ何を見せるか。依然ツーエンド2。バットいい当たり、右中間に上がった。バットはバウンドした、打ちました。ツーアウトから塁に出ます。グラブ1本目のヒットが出ました。ここで一発が出ると試合はさらに面白くなるであろうという場面です。ジジー佐藤、さあバッターボックスです。初球コーナーをついてきました。ボールカウントワンストライク。この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。次のボールは高め、ツーストライクです。次の配球は、あっと低め、この球は外しています。次が4球目、あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン、ボールを捉えられませんでした。6回を終了、ライオンズ得点はありませんでした。7回の表、バファローズの攻撃。バファローズの先頭バッター日高、初球はどうでしょうか。
まずは外から来ました。ワンストライクです。次の投球が今日の100球目。さあ2球目、アウトコース、これも外めに行きました。今日の奪三振の数は7となっています。さあ3投目、座元低めのピッチングが続きます。さあ4投目、空振り、釣り球決まって三振に仕留めました。そしてラストバッター大引き、右バッターボックスに入ります。どう組み立ててくるか。その初球は低いボール、カウントワンストライクノーボールです。5回の前の打席、今年の初ヒットを記録しています。さあ第2球、ここはスライダーできました。カウントツーストライクノーボールです。さあ1球様子を見るか。ストレート、打球は左、下がった下がった、大引き、ショートフライに終わりました。そして打順がトップに返っていきます。坂口、7回の表ツーアウト、初球はどうでしょうか。その初球は変化球でした。この球は枠に入りません。ツーアウトになっています。第2球、おっと今度は高め、やっぱりボール球はね、見逃さないとね。ボール球を振った今の場面です。バッターは1番坂口。さあ次の3球目、落ちるボール打ちました。打球はピッチャーの横、取って一塁へ送ります。さあ2打席連続のヒット、塁に出ます。さあそして2番に回ります。村松、左ボックスに入りました。この回2アウトまでは順調に来ました。しかし3人目にヒットを許しています。外から攻めていきます。1球外しました。この試合フォアボールの数が1となっています。どう攻めるのか。まっすぐで決めました。1球2球と外へ行きました。涌井、この試合許したヒットの数が7となっています。さあ3球目はどうか。内への球、ボールカウント2エンド1。さあ第4球、ここはまっすぐ、ツーストライクツーボール。さあ牽制、次が5球目、ファーストランナーがスタートします。変化球打って、あーっと抜けた、きれいに破ります。ファーストランナー2塁回った、ヒットになります。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか。カブレラ、そのバッターボックスです。やっぱりこういう状況ではね、このバッティングは頼りになりますのでね。はい、チャンスでは結果を残しています。サードランナーは同点のランナー、そしてファーストランナーは勝ち越しのランナー。まず低めに持ってきました。コーナーいっぱいにコントロールします。バッターカブレラ、2球目はどう攻める。これはいい当たりだ、センターへ上がった、懸命に追いかけます。あっと落ちた、ワンバウンドヒット、セカンドが中継、サードランナー今ホームイン、3対3追いつきました。バファローズここで同点にしています。この場面での一発は果たしてあるんでしょうか。ローズ、その注目のバッターボックスです。これね、ビッグイニングにできますよ。はい、ここは点までつなげておきたい場面です。涌井、今日は7回途中までを投げ、許したヒットが9本、この回は3本ありました。まずは変化球、ボールカウント1ストライク。今日ここまでは3打数1安打。2球目、あっと今度はインコース、このストレートで追い込みます。ピッチャー有利になったか。あ、これはセカンドゴロ、
スリーアウト目ということになりそうです。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。まあ勝ち越しのねチャンスだったんですけどね。ですよね。最後続けませんでした。7回の表が終了。バファローズ3-3追いつきました。7回の裏、ライオンズの攻撃。対するこの回の先頭中村、右の打席に入りました。最初の1球は何か。最初はスローカーブできました。バッテリー1球外してきました。まだフォアボールを出していません。次の2投目ストライクです。本当力がね入ったスイングですよ。はい、5回に振ってきました。攻撃中のライオン、前のイニングは1つの残塁、そして得点には至りませんでした。さあ3球目、今度もまっすぐできました。直球で追い込みました。さあ4球目、強烈な当たり。サードへの当たり、ファーストへ、アウト。中村サードゴロに終わりました。バッター DH 石井義人、左のバッターボックスに入っています。初球はまずは簡単にストライクが来ました。ワンナッシングです。まず先頭のバッターを打ち取っています。この球はどうでしょう。ストライクになります。力強いボールです。遊び球あるのか。あっとストレート、1球外しました。さあ4投目、チェンジアップでしょうか。打ちました。三遊間です。1塁送球、アウト。アウトです。石井サードゴロに倒れました。どこに入れてくるんでしょうか。最初はボール、ボールにしてきました。ここまで3点を失っています。どう攻めるのか。高めのボール打ちました。3つとも同じ打球が転がります。1塁に送ります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。途中経過です。札幌ドームです。5-0ファイターズがリードしています。続いてヤフードーム、1-0イーグルスが依然リードしています。ライオン2番手のピッチャーを出してきます。岡本慎也、これが初登板となります。しっかり抑えてくるんでしょうか。8回の表バファローズの攻撃。バッター北川、8回の表ノーアウトです。どこから行く。初球外に来ました。枠いっぱいに決めてきました。5番バッター北川、2球目です。あっと今度変化球、ボールカウント1エンド1。攻撃中のバファローズ、先ほどのイニングは残塁が打っていった。セカンドの前になります。ファーストへ送ります。あーアウト。北川セカンドゴロに終わりました。そして次の6番浜中、右打席に入っています。バッター最初の1球は何か。初球は際どいところに来ました。カウントノーワン。放送席山口さん、はい、ライオンズリポートです。はいどうぞ。今日のピッチングについて話を聞いてきました。内容はどうでしたかと聞いたんですが、無言のまま消えていきました。一塁側ベンチでした。高めを打ちました。フライになった。そしてバッターは7番一輝、右の打席です。初球はどうでしょうか。最初は内から入りました。ワンストライクです。3-3依然同点のまま試合が落ち着いています。この球はどうでしょう。これはカーブでしょうか。今のね振ってしまいましたね。はい、ここはボール球で空振りを取りました。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。外、バッテリー1球外してきました。さあ第4球、ちょっとボールが沈みましたが、セカンドへの打球、一塁へ。
一塁アウトで3アウトチェンジになります。さてこの3連戦は明日が中日、今ご覧のチャンネルでお楽しみいただきます。8回の裏、ライオンズの攻撃。ライオンズのトップバッター岡近、右バッターボックスに入ります。さあ第1球、まずは初球見送りました。いいストレートだと思いますけどもね。そうですよね、151キロのストレートでした。バッター岡近、2投目変化球できました。カウント1エンド1。金子、今日の7回までのピッチング、許したヒットが6本、失点は3となっています。3球目はどうぞ。これはストレート、2エンド1になりました。次の4球目、あっと打ちました。ライン際はどうか。2エンド1変わりません。バッター見送りました。2-2。6球目、これはいい当たりだ。同じカウントが続きます。アウトコース打って高々と上がった。今のは変化球にね、完全に詰まってますよね。ワンアウトです。岡近ライトフライに終わりました。打順が移ります。片岡、最初の球はまずこれは大きく外れました。ここは1球外します。ワンアウトになっています。2投目は低めを打って、これはセカンド取りました。ファーストへ、アウト。1塁はアウト。打順は次に変わります。栗山、8回裏の攻撃、2アウト。さあどこから来るか。まずは見送りました。ノーストライク1ボール。ここまで3点を与えています。次の2球目、ストライク、151キロです。これが4回目の打席。さあ3球目は打って取りました。一塁に送ります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。8回を終了。ライオンズ3度目の三者凡退に終わっています。ライオン、ここで3番手ピッチャーを出します。小通、最終回同点という場面でマウンドに上がります。さあそのピッチングを見守りましょう。9回の表、バファローズの攻撃。そしてこの回の先頭日高、やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。初球膝元インコースに来ました。この球は入りません。日高、今日はまだ塁に出ていません。さあ次はどこへ行くか。今度はスライダーできました。ワンエンドワンになりました。7回の3打席目、空振りの三振に終わっています。ストレートできました。ボールカウント2エンドワン。さあ次の4球目は、これは外れます。ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか。今度もストレートできました。 2-3 です。フルカウントからの6球目、カット、いい当たり。1、2塁間をきれいに破りました。さあヒットになる。これがチーム10本目。日高、ライトへのヒットが出ました。さあランナーが出ました。大引き。さあバファローズ、ノーアウトからヒットが出ました。最初は見ていきます。ボールカウントノーワン。今日はツーベースを放っています。
さあ次はどう攻めるか。ここは送りバント、取ったファーストへ送ります。一塁アウト、これでワンアウトになりました。ファンの期待にどうしても応えたい坂口、そのバッターボックスとなります。今日5度目のバッターボックスに入っています。初球はどうでしょうか。最初から丁寧に攻めてきます。これは外れました。今日のここまでは4打数3安打。変化しました。ライン際際どいか。しかし今の打球はファウルです。バッター坂口。さあ3球目はどうか。ガーッと振る舞い当たりだ。バウンドして取ります。一塁、これはアウト。さあ西崎さんにお聞きしましょう。アウトを取りましたが、今のボールは。そうですね、シンカーだと思いますけどもね。ああ、シンカーでしたか。どこに入れてくるか。初球空振りです。ワンストライク。このゲームはここまで4打数1安打。この球はどうでしょう。変化球打って打球はショートへ。抑えた。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。まあリードはねできる状況だったんですけどね。ですね、惜しい場面でした。9回の表を終了。バファローズ2アウト3塁からの得点はなりませんでした。バファローズ2番手ピッチャーをマウンドに送ります。勝つ今シーズン最初のマウンドに上がります。さあどんな投球を見せるのか。9回の裏、最後の攻撃になりました。この回はクリーンナップから始まっていきます。中島先頭バッターとしてまずは塁に出たい。この回の攻撃になります。初球簡単にストライクを取ります。ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。中島今日はまだ出塁はありません。2投目は外角高めのストライク。これではバットが出せません。さあ次はどうするでしょう。変化球は入りません。この球は外しています。さあ4球目、次は高めに来ました。カウント2エンド2。次が5球目、スライダーを持ってきました。フルカウントになっています。さあ 2-3 になった。これは強い当たりだ。これはサードになります。一塁に送ります。アウト。一塁はアウト。次のバッターはどうでしょうか。ブラズ左の打席です。今日4度目のバッターボックス。まずどこに構えるか。初球は際どいところに来ました。ワンストライクノーボール。6回の3打席目、今シーズン1本目のヒットを打っています。この球はどうでしょう。これも強い当たりだ。これはファースト抑えた。一塁、これはアウトです。打順が移ります。 GG 佐藤、右のバッターボックスです。先頭打者は内野ゴロ。その後も内野ゴロで2アウトになりました。これも鋭い当たり。打球はサードへ。一塁送球。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。9回の裏を終了。ライオンこの回も3人で攻撃が終了しています。10回の表、バファローズの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。カブレラ次へとつないでいけるでしょうか。低めのボール打ってこれはセカンドになります。一塁に送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。そして次は DH ローズ。6回の第3打席、セカンドゴロに終わっています。まず際どいコースから入りました。でも力強いねスイングしてますよね。しっかり振って空振りです。バッターは DH ローズ。第2球、ここは見送ります。ワンエンドワンです。ショーツ3番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。まだ1安打しか許していません。外をワンエンドツーです。さあ今日のバッティングなんですが、4打数の1安打。バッティングカウントになったが、あっとこれは強い当たりだ。さあ何を見せるか。スイングアウト三振。ボール球に思わず手を出してしまいました。
最後に空振りを奪ったただいまの三振です。そしてバッターは5番北川。先ほどの第4打席セカンドゴロに倒れています。最初は外に持ってきました。ワンストライク。3対3、依然同点。試合は動きを見せません。これはボール。カウント1エンド1。先頭バッターは内野ゴロ。その後三振を奪っています。さあ3投目入りました。クロスライダーで追い込みました。さあ第4球、ふわっとヒヤッとしましたが見送ります。ボールカウント2エンド2。次が5球目、これも痛烈な当たり。サードへの打球、一塁へ。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあライオン、この後6番から始まります。1回の裏、ライオンズの攻撃、6番からの打順になります。中村、ここは塁に出てつなぎたいところ。初球振りません。ノーワンです。中村、このゲームは塁に出られていません。外の球は外れています。バッターに対してボール2つ続きました。1回の裏、ライオンズの攻撃。さあ3球目、今度はインコース。3ボールになりました。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ4球目、ここでストライクを取ります。ワンエンド3になりました。今日はここまでノーヒット。さあ5球目、これは当たりません。2、3です。2、3からの6球目、まっすぐを追って1、2塁間はどうだ。あっと抜けた、抜けていきます。さあヒットになった。さあ勝川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。球は結構来てましたけどね、しっかり打ちましたよね。その渾身のストレート、打たれてしまいました。勝つ、今日は1回を投げて、あっとワイルドピッチ。さあこれはどうか、1塁に送ります。石井義人、一度の出塁がありました。今日のゲームです。変化球外れました。これは大きく外れてボール2つになりました。バッターは DH 石井義人。さあ3球目、まっすぐを持ってきました。ワンツー。勝木、2番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。そして1安打に抑えています。まっすぐできました。ワンストライク3ボール。先頭バッターを出しています。さあ何を見せるか。アウトコースへ決めました。厳しいところに決まりました。さあフルカウントになった。あっといい当たり。この打球は右中間に上がった。取ってワンアウト。石井ライトフライに倒れました。ワンアウトで次のバッターが入ります。細川、右打席に入っています。最初の球は初球、胸元インコースに来ました。ボールカウントワンストライク。先頭バッターにヒット、その後は外野フライに終わらせました。このボールはどうか。今度はスライダーを持ってきました。ワンエンドワンになりました。これが4回目の打席。3球目、これは低い打球、ショートバウンド取った。2塁はフォースアウト、アウト。1塁もアウト、ゲッツー成功。3アウトチェンジ。今のプレイをもう一度見てみましょうか。さあバファローズ、この後6番から始まります。
第4、3回目のピッチャー交代です。グラマ同点の場面で登場します。このゲームで見事勝ち投手になると1勝目ということになります。11回の表バファローズの攻撃、この回は6番から始まります。浜中先頭打者としての役割は果たせるんでしょうか。チェンジアップ打ちました。これはピッチャー正面、抜けた、抜けました。さあノーアウトのランナーが出ます。浜中ようやくヒットが出ました。さあバッターは7番一輝、右のバッターボックスに入りました。バファローズノーアウトからヒットのランナーが出ています。初球インコースから入りました。バッテリー外してきます。先ほどはいい当たりを放ったんですがセカンドゴロに終わっています。さあ2球目インコースノーツー、打ちへ2つ続きました。バッター一輝、さあ次の3球目ストライクが1つきました。ワンエンド2です。ここまではノーヒットできています。さあバッターちょっと有利か、まっすぐが決まりました。2ストライク2ボール。さあ5球目インコース、これは入りました。そして次のバッターを迎えます日高、最初のバッターにヒット、その後三振を取っています。まずは初球見送りました。枠をいっぱいに使ってきます。日高今日のゲームは1回出塁しています。これはまっすぐ、ツーナッシングです。次のボール注目しましょう。今度はスライダーできました。この球は外しています。次が4球目できました。低い当たりになった。ショート取った。2塁フォースアウト、1塁フェンスをクラップアウト、1塁アウトゲッツー成功、3アウトチェンジ。さあライオン、この後9番から始まります。バファローズここで3番手ピッチャーに変えます。加藤大輔、同点の場面で登場します。ライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。11回の裏ライオンズの攻撃、先頭バッターは9番五ヶ近、8回の3打席目ライトフライに終わっています。まずは見送りました。ワンボールです。今日は2打点を挙げています。2投目球ストライク、ワンエンドワンです。ここまでのライオンヒットが7本3得点という今日のゲームです。一方のバファローいい当たり、大きいぞ、強打コースですよ。下がる下がる下がる、あーって抜けた、フェンスの手前に打ちます。おかちか、レフトへの打球はヒットになりました。ここで打順は1番に戻ります。片岡右の打席です。7回の第3打席セカンドゴロに倒れています。バントしました。サードが取ります。一塁送球、一塁これは余裕でアウト、これでワンアウト。そして打順が変わります。栗山ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。7回の3打席目ショートゴロに終わっています。1投目1球目は空振りです。カウントワンストライクノーボールです。栗山今日はまだ出塁はありません。2球目です。低め打って左への打球です。これはショートが出ます。取りました。栗山ショートフライに倒れました。まあ上げたらいけませんよ、ランナー釘付けですよね。はい、そうなんですね。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか。中島、さあバッターボックスです。第1球これはどうでしょうね、敬遠ですか。そうですね、歩かせてますね。3番バッター中島、さあ次はどこへ行くか。やはり敬遠です。次のバッターとの勝負を選択しました。この場面は歩かせた方がいいでしょう。はい、そのようですね。
今日はヒットがまだありません。3球目はどうぞ。これで3ボール。2アウトになっています。さあ次の4球ではフォアボール、歩かせたようです。4番バッターの前でピンチを広げます。この一発が欲しい場面、ここで登場です。ブラゼル、その注目のバッターボックスです。第1球です。最初はストライク。球が走ってるんじゃないですかね。そうですよね。153キロ出ていました。ブラゼル、今日は1回塁に出ています。次のボールは、しかしこれは決まりません。カウント1エンド1。ここまでの各打席をご紹介しましょう。セカンドゴロ、見逃しの三振。詰まった、詰まっています。これはショートになります。一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。11回を終了しています。第4、2人ランナー残塁です。12回の表、試合は最終回まで来ました。9番からの打順になります。大引き、最初の1球、まずはボールから入りました。ワンボールになりました。今日の打席内容です。セカンドゴロ、ツーベースヒット、ショートフライ、そして送りバント。3打数の1安打。これはストレート、ワンエンドワンです。グラマ、4番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。まだ1安打しか許していません。これは外れてボール、ワンエンドツーになりました。ここまでのバファローズ、打ったヒットは11本、そして3点を入れています。ストレート、セカンドの前、取ってファーストへ送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。打順が変わります。高口、12回の表ワンアウトです。第1球はどうか。最初は変化球持ってきました。ボールカウントワンストライク。この回はワンアウトになっています。このボールはどうか。変化球決まってツーナッシングです。今のは思わず見送りました。さあ3球目はどう攻める。これはスライダー、ツーエンドワンになりました。次の4球目、打っていった、フロアライン際、しかしファウルになります。カウントは変わりません。2エンド1。ここは変化球、2ストライク2ボール。この6球目、外のボール、ここはバットを出しません。この勝負どうなる。見逃し、手が出ませんでした。そして次の2番村松、左のボックスに入っています。6回目の打席が回ってきました。1投目はどうでしょう。まずはストライク、微妙なところを攻めてきます。2番バッター村松、2球目はどうでしょう。ストレート打って、打球はライン際、切れるか。ファースト取った。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。12回の表が終了しています。バファローズ3人で攻撃を終了しています。12回の裏、さあライオン、もう負けはなくなりました。トップバッター、GG 佐藤、何を投げてくれた。初球スライダーできました。わずかに入りません。ここまでのライオンズ、ヒットが8本、そして3得点です。一方のバファローズ、ヒットが11本、3得点という今日のゲームです。外のボールに手を出しました。外へ2つ続けました。ここまではヒット2本という成績です。ただまああと1本打ってね、猛打賞を打ちたいでしょうね。はい、内へのボールはわずかに外れた。このボール球には手を出しません。この前の打球はいい当たりだったんですが、サードゴロに倒れています。慎重にコーナーをついてきます。カウント1エンド3。
攻撃中のライオン。前の攻撃では2人ザ。ファーボール、ファーボールです。いきなりファーボールでランナーを出しました。ファンは当然ホームランを期待しています。中村、さあバッターボックスです。まずどこに構えるか。最初のボールを決めました。速いボールだと思いますけどもね。はい、今のは151キロでした。加藤大輔、今日は1回を投げて打たれたヒットが1本、与えた得点はありません。外へ外れます。ワンストライクワンボール。加藤大輔、今日は11回からマウンドに上りました。そして1安打に抑えています。ストライクです。148キロです。さあ第4球、強烈な当たり、打球はショートへ、打球は三遊間、綺麗に破りました。ファーストランナーは二塁です。二塁ストップです。さあ今のバッティングなんですが、勝川さん、結果的にはヒットですけど、いいまっすぐでしたよ。はい、速いボールでしたがヒットにされました。さあここからは下位打線になります。石井義人、得点圏にランナーを置いての打席になります。この回ヒットを打たれています。どこに入れてくるか。最初はストライク。いいまっすぐが来てますからね。はい、今のは150キロでした。先頭バッターはフォアボール、その後ヒットを打たれています。2投目は直球で決めました。2球ともインコースを攻めています。さあ次のサイン、3球で決まった。3球できっちり仕留めました。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。そして次のバッターとなります細川、得点のシーンを演出できるんでしょうか。一つ前の打席、セカンドへのダブルプレイに倒れています。初球は手を出しません。この球はボールになります。今日は1打点がついています。この球はどうでしょう。いい当たり、しかしこの打球はファウルボール。でもファウルで済んでよかったって感じじゃないでしょうか。はい、この場面ですからね。ほんと助かりました。変化球で続けました。2ストライク1ボール。次の4球、また変化球できました。ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか。これはボールです。2ストライク3ボール。さあ2スリーになった。これは強烈な当たり、これはセンターへ上がった。これタイムリーですね。追っていく追っていく、綺麗に抜けた。ワンバウンド抜けました。サヨナラのホームを踏みます。最後にドラマがありました。タイムリーツーベースヒット。2008年最初のゲームは4対3、ライオンズ、バファローズを破りました。新体制の渡辺ライオンズ、開幕戦勝利を飾りました。この長い試合、ようやく終わりました。今日のヒーローは1名です。このゲームの打撃成績ですが、5打数2安打、打点2、ホームランを打っています。さあその活躍で見事勝利となりました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。西武対オリックス、1回戦の模様をご覧いただきました。今日のゲームの解説は辰川光雄さん、西崎幸弘さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポートの2人もお疲れ様でした。どうもありがとうございました。それでは皆さん、今年のプロ野球を応援しましょう。さようなら。